してもまた違う、こっちか、はい、はい、もうちょっといいよ映りたいんだよね、本当はね、映りたいんだよね、庭田カメラで、ね、やだやだ、小松くんファンがいるからグイグイグイ、いやー、いないっすよ、多分小松くんファンが、小松ファンの皆様全国サーバー人の小松ファンの皆様OK になったらサインください、お願いします。このカメラ目線の方いいのかな、全然出してよ、だってカメラ的に迷うと微妙な、ちょっと映っちゃってるから、あれ配信自体だと思う、まあ、いつの何人いるんですか、今10人ぐらいだよ、うん、すごくいるんだ、結構ね、多分まだ見れずもの方々ですよね、回線自体がね、多分おかしい、今日なんかね、うん、うん、大丈夫？エリカちゃん、うん、じゃあ行きます、大丈夫、全然出してたけど、はい、はい、もう映ってます、はい、もう開いてなしですね、はい、皆さんこんばんは、イフアイアムの時間です。この番組は復興を考えるソーシャル学生ネットワークのもと1時間のユーストリーム番組を配信しております。機材トラブルというか、実は今日ネットの環境がなんかちょっと普通にいつも通りにやってるんですけど、なんかこう調子悪くてですね、はい、低画質気味なんですよね、うん、なんかわかんないんですけど、ちょっと謎なんですけど、配信が切れないことをちょっと願いつつ、はい、今日も配信を始めたいと思います。はい、で毎週、この配信の場所を提供していただいているのは仙台つつばしにある NPO 法人ファイブブリッジさんです。ファイブブリッジさんでは大人の交流物質として面白い社会人や学生などが集まっていますので、お近くに、お越しの際はぜひぜひファイブブリッジの人たちと絡んでみてください。ファイブブリッジではホームページだったり、Facebook ページ、また Twitter アカウントもありますので、そちらの方もぜひ検索してみてください。今週 MC を務めさせていただきますのは東北学院大学法学部4年の庭田園香です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日実は結構久しぶりに人がすごい少なくて、なんか厳かな感じでスタートしてるし、私自身冒頭から MC するのすごい久しぶりなんですよね。なのでちょっと緊張気味なんですけども、頑張りたいと思います。はい、はい、そしてこの番組では SNS によるご意見やご感想を募集しております。皆さんの見ているユーストリーム画面の右側にあるソーシャルストリームというところにこう書き込むと反映されますので、ぜひぜひご投稿願います。またツイッターの方でもハッシュタグ笑顔311をつけて投稿することで同じように反映されますので、そちらの方もご利用ください。はい、あと言い忘れてることないですよね、大丈夫ですよね、大丈夫ですよね。もうなんか若干本当に冒頭から喋るのすごい久しぶりで緊張気味なんですけど、実は先週の番組でもお話しした MCS 東北復興ビジネスプランコンテストの宮城県予選の中継を私たち IFIM で行ってきました。で、皆さんの見ているこのソーシャルストリームの欄の下にある過去のライブからその様子を見ることができますので、スタッフの根本がパネラーとして出ていて結構面白いことを喋っているので、よかったらそちらの方も見てください。やめてあげて。あと番組の、最後に、そのビジネスプランコンテストで優勝したサトリバの渡辺聡さんがちょっとだけ出演して、ユーストリームで公開ビンタを皆さんにお見せできるかなと思いますので、はい、そちらの方もご期待ください。はい、はい、わあ、なんかすごい緊張する。あとですね、すごい私事なんですけども、その中継の次の日に行ったコミュ障メイドカフェが無事第1回目成功しました。皆さんありがとうございます、はい、本当に、はい、一応場所はですね、あのシェアスペース猫の手という、まあ、かっこいい名前ですけど根本さんの家です。結構漫画本とか置いてあったり、そんな感じのこう何ですかね、本当にシェアスペースとして使っているので、そこをちょっと借りて、行いました。この中では竹丸くんが来てくれて、どうでした？すっげえ楽しかったです。
本当に本当になんかうちが疑問視するのもあれなんだけど本当にでも楽しかったです。いやなら良かったです。竹丸くんは食べてないんだけど新潟特製カレーがね見事にこう売り切れになってこう皆さんに食べていただけてすごい嬉しいなと思います。残ってましたけど、ね、根本さん、はい、いやあれは部屋を貸してくれた根本さんに残したんですけど、はい、どうでした？地獄のような味がしますねそんなことないですよねなんというか辛いっていう感覚をお持ちでない、まあ、そういう点でコミュ障なんだろうなっていうなんか違いますそういうコミュニなんか辛さとのコミュニケーションが取れてないなっていうカレーがあってしばらく胃が痛かったです、はい、味覚的な問題ですね、はい、こうやって根本さんも美味しいと言ってますのでこうやってこれ本当かなですね、来月の下旬あたりにもう一回できたらいいなと思うので、まあ、その時もカレー作りたいなと思うので食べれなかった方は赤い調味料入れないでくださいレッドペッパー半分赤い調味料減らしてくださいお願いします、はい、これは増やしてくださいっていうフリだと思って頑張ります鬼畜はい、というわけで今日はですねこの第81回 If I Am私 MC 新潟が勝手に厳選しました東北冬祭り特集を行いたいと思います。はい、実は以前夏祭り特集というものをやっていて65回の時にやってたんですけど、こう東北って結構夏祭りってすごい有名で、こう青森だったらこうねぶたがあったりとか、こう秋田も竿燈があって仙台も七夕があってとか結構有名なのがいっぱいあるんですけど、なんか冬ってこうパッとこうなんか東北の冬祭りってあんまり浮かばないというか、なんか東北の冬祭りって何かこう思い浮かぶものありますか？祭りっていうかなんか催し物っていうイメージなんですよ。マジか、催し物催し物なんか雪像みたいなやつとか、あれねぶたとは違う、まだ別全然違う、全然違う、あれなんかねぶたの亜種だと思ってた、ねぶた亜種、まあ、そんな感じで今日東北の冬祭り特集でいろいろみんなで語らいたいと思うんですが、はい、自己紹介をちょっとこっちから順番にしてもらいたいと思います。はい、と江川311のスタッフをしています、東北学院大学3年の小松正則です。よろしくお願いします。お願いします。今日初めて来ました、新潟さんの友人です友達だよ、ちゃんと友達だよ、まあ、一応年下なんですよね。はい、宮城学院女子大学3年生の下村真澄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもお世話になってます、東北文化学園大学3年の竹丸直人です。よろしくお願いします。すごい旅を握りしめてますね旅大好きそして最後、はい、そうですね、たまにこの番組では MC とかなんか裏方というのかな、なんか Twitter を仕事としてやっています。はい、根本総一郎と言います。同区大の文学部の4年です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんな感じで進めてまいりたいと思います。はい、では東北冬祭り特集一つ目は、まあ、やっぱり上からこう南下していこうということで、今週最北端の青森県から行きたいと思います。本当にそういう理由ですか？まあ私が青森県出身だから一番最初に教えたいっていうのはありますね。なるほどね。はい、青森県のお祭り、まあ、実はこれ以外にもあるんですけど、やっぱり地元が大好きなので私の地元の八戸のお祭りを紹介したいと思います。青森県の八戸塩ぶり、塩ぶりって聞いたことありますか？ないですよね。なんかないない。魚とは関係あるんですか？いや魚じゃない。ブリのだけにしました。そういうことではない。縁側的な感じのノリですか？ということではないんですか？ではないですよ。あ、そっか。残念だな。塩ぶりっていうのが、まあ、八戸の冬の祭りとしては代表するお祭りなんですけども、塩ぶりはその年の豊作を祈願するための舞、太夫と呼ばれる舞手が馬の頭をかたどった烏帽子をかぶり頭を大きく振る独特の舞が特徴で、子供たちの
祝福デーも必見とあります。これまあ聞いても全然わかんないと思うんですけど、もう実際写真でこうお見せした方がいいですよね。よいしょ。馬つけて踊るってことですか。はい、まあ、若干ホームページの画面なのであれなんですけど、こんな感じで、はい、エボシっていうこうなんて言えばいいんですか、まあ、一応馬の頭をかたどったって書いてあるんですけど、見た感じそんな感じはしないんですよね。まあこんな感じで見えない。そんなに馬でもなんか体ってかたどってるんですよ。るのかな、るのかなんかちょっと見えない。はい、言うほど馬に見えない、まあ、こんな感じで、はい、一応このエンブリの起源っていうのがこう南部藩の藩主がこう源の義頼朝から奥州ぬかの部分、今の青森県の東半分と岩手県北部を大領し、甲州今の山梨県からこの今の方の国へ下ってきたっていう、なんかその時にこう初めて奥州で迎える正月の時に三井さんは何を思ったのか、酒の勢いでこう刀を抜いてこう踊り狂っちゃったらしいんですよね。でその時にその場に居合わせた農民の東九郎という機転の利く男の人がやってきて、はい、にぎやかに田植え歌を歌ってこう農具を手に持って踊ったところ、その三幸たちその家来たちが刀を収めてその様子を見物したっていう、そういう様子というか南部家を祝福する口上を述べたところ、それがこう行われるようになって、それが縁起というふうになったそうです。なんか悪ノリだったわけですね。初めの悪ノリで始まったやつをなんとか収めようっていう、うん、悪ノリを抑えようと思ってエンブリをやったっていう、はい、あ、なるほどね、なるほど、まあでもそうなってますけど、ちゃんとあの豊作祈願とかになってるんで大丈夫です。あ、ちゃんとそういう意味ある、はい、あと今皆さんが見ているというか、さっき出した写真はこう頭のところにひらひらしたこうなんだろう、紐みたいなのがついてるんですけど、これで実は縁ぶりの種類によって変わります。こうなんかテロテロついたこれですね。テロテロついた方がですね、同彩縁ぶりといってこうなんていうかなん、うん、すごく活発でこう勇ましい感じの踊りをするんですね。でこれとは違って、もう一つ、すみません、画像があるかな、画像が出ないですね。あ、来ました。ゆっくり来てますね。すごいゆっくり来てますね。こうやってあのさっきみたいにテロテロがついてない、テロテロついてないのが長エンブリといって、はい、こう歌や仕草がゆっくりとしてて優雅な舞いですね。まあ、こうやってちょっと違いがあるんですけども、この写真でこうこの太夫の人が持ってるこの棒みたいなのって皆さん見えてますかね。棒、太夫っていうのが今踊っている方たちですか。そうです、太夫はこの人たちです。なるほど、なるほど。一応この太夫っていうのが、まあ、さっきの東九郎さんってことですね、一応、はい。まあ、でもこの人たちの他にちゃんとお囃子とかもあって、こう移動しながらこういろんなところのこう祈願とかするんですけど、でそのシャンシャン鳴るこの棒を使ってこう縁振りって、実は縁振りを舞うってことをするって言うんですよ、はい、する縁振りをする、縁振りをする、縁振りを舞うこと自体をするっていう、するっていうんですよ。なんかこう方言みたいなやつじゃなくて、方言じゃないと思います。普通にするってなんて言えばいいんですかね。するここで資料使われても視聴者には伝わらない、視聴者の方には伝わらないので、するっていう漢字音のことをちょっと言えばいいですか。漢字点に並ぶという字で、あーあー、分かった。なるほど、はい。で、まあ、こういうシャンシャンするこういう農具とかを持ってこう田んぼの土を平らにするような、そういう動作をするのがするって言うんですけど、でそれをこう模してシャンシャンするのを持ってやるのをするっていうので、
こう回るときにはこうエンブリをするって言うんですよ、実は。なるほど、足摺りとかのあれかな。そうですね。でですね、こんな感じの大人たちの舞だけではなく、子どもたちのさっきもお話しした祝福礼というものもあります。祝福礼っていうのがですね、こうすり始め、普通にするって言葉結構演舞の中で普通に出るんですけど、すり始めとかこうすり納めの間とかに行われる松の舞とか恵比寿の舞、縁故縁故、大黒舞といったさまざまな祝福礼があります。これは子どもたちが行うんですけど、縁故縁故って私も実際あんまりよく分かってないんですけど、一応少年3人で踊るもので、両手に銭太鼓を1個ずつ持ち、両手を伸ばし歌に合わせて左右の足を交互に斜め前に出すっていう動作のこと書いてあるんですけど、まあこう何て言えばいいんだろう、写真あるかな、言葉ではちょっと言い表せないけど、縁故縁故、言葉にできない、難しいです。なんか縁故縁故の動作も写真で見せられて分かるか。そうだね、縁故縁故、あ、これだ、分からん、足元が映ってないから。なるほど、分からん、分からん、分わけが分からないよ。実際に宮田さんがやるっていうできない、すり出す、すり出してみる、すって、すって、一応写真出てるんですよ、なんか全然違うなんかのも出てるんですけど、ここがね、出ちゃいますね。あ、なんか動画がある、釣り動画あるんですか。動画いけるかな、これで。あ、でもこれは縁故縁故ではないですね、恵比寿前ですね。なるほど、恵比寿舞は釣り竿を持った恵比寿が鯛を釣るっていう、それを踊りにした舞。あの人ですね。なんか投げてるのがありますね。なんか餅とかかな。そう。なんか実際こう魚を竿のこの紐の先端にくっつけて、それを投げてこう釣るこう真似っていうかして、で釣り上げてわーみたいなことをやるんですよ。とか餌をこうやる仕草とか実際にあったりとかします。こううまく説明できないですね。こう見に来れば分かりますか。見に行けば分かります。なるほどそれは多分どのお祭りにも言えるんですけどでこの縁ぶりはですね、こういろんなこう町内まではいかないんですけど、こう何組か組があって、こう私の通っていた中学校でも縁ぶり組が、で結構友達とかが普通に演舞やってたりとかするぐらい、なんか普通によくあるこう八戸といの冬といえば演舞っていうのがもうみんな身についちゃってて、毎年文化祭で見させられるっていうのがあったりとかします。強制なんですね。強制です、はい、文化祭なんで強制です。で期間が2月17日から2月10日、でもこれ今年の話なので来年はどうなるかわかんないですけど、多分同じぐらいの、日にやると思います。でアクセスが一応メイン会場が八戸市庁前市民広場という八戸市役所のところにありますので、まあ、JR 本八戸駅から徒歩約10分ぐらいで行ってますので、こちらの方もこう何ですかね、八戸といえば何なんですかね、こう青森県って結構ねぶたとかそっちの津軽の方有名なんですけど、八戸もいっぱいいいところがあるので、ぜひぜひ来てください。ということで次に行きます。八戸と津軽の場所の説明ないと。それも今回もやります。今回もやります。はい、今回もやります。多分必要。これこの番組で私多分何回もやってるんですけど。でも必要だと思います。あ、やりますか。はい、じゃこういう感じになってですね。はい、顔のあたりが青森市、この辺が八戸市、こっちが下北、この辺が弘前になって、はい、青森市のこの辺にある野辺地っていうところから分かれて、南部と津軽に分かれて、言語とかこう文化とか全然違います、はい、っていう説明をこの番組で 3,4 回してて恥ずかしいです。怖い。このポーズをしてもらうためにやってるので、はい、では次は秋田県に行きたいと思います。カメラ。カメラ。じゃあとりあえずこっちを見て。
ですかね。秋田県、実は今日来てくれてるますみちゃんも秋田出身で、私的にはエリカちゃんにすごい似てるなって思うんですけど、エリカちゃんもまあ秋田出身で、はい、こう秋田のお祭りってなるとこう鎌倉の方が有名なんですけど、今回私はこっちの方をちょっと取り上げさせていただきます。でもこうすると私が見えないっていう。頑張れ。山神社の神事、瀬戸祭り。瀬戸って読めますかこれ。瀬戸、それ何、芝ですか。芝、芝のゴールで瀬戸祭り、全然読めなかったんです。瀬戸芝って書いてる、うち芝島祭りだと思ってて、うん、でも瀬戸って書いてあってうーんってなりました。瀬戸で、この祭りとお鹿の民族行事の皆さんもご存知の生ハゲを組み合わせた行事、境内に焚き上げられたこの瀬戸のこの火に照らされる中、十数匹の生ハゲが乱舞します。乱舞、乱舞、乱舞、十数匹っていう、それお鹿じゃなくて小鹿、小鹿、小鹿、小鹿半島ですね。間違えた、すいません。お鹿半島で宮城にあります。完全に宮城の手で行きました、すいません。そうは小鹿ですね。小鹿か、危ない危ない、バカなのがバレちゃう。でこの瀬戸祭りってじゃあ何なんだっていう感じなんですけど、こう元々は1月3日にこの瀬戸のこのどこだ、瀬戸のこの火に火を焚いてこう餅を焼いてこう霊峰なんですね、この真山ってに鎮座する山の神様にこうなんだろう、献上して五穀豊穣や大量祈願するというものだそうです。でこの生ハゲ瀬戸祭りでは生ハゲがこの餅を受け取って後でみんなに配ってくれるそうです。自分で食べるわけじゃない。生ハゲが自分で食べるわけじゃなくみんなに配ってくれます。だから生ハゲは一応何をする人たちなんですか。生ハゲさんは生ハゲって何をする人たちって言われてこうなんて、神様、一応神様ですよね。神様。鬼ではない。鬼ではない。ナマハゲ泣かされた記憶しかない。ちっちゃい時に。ナマハゲのなんか由来みたいなのを聞いたこと。ちょっと覚えてない。でもなんかナマハゲの正確な発祥とかは分かってないらしくて。いろいろ定説がたくさんある。そう。そうなんだ。なんか。ナマハゲ。ハグから、なんかそう、生ハグみたいな、なんか生って怖いですね。生みハギから生ハゲになった。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。冬にいろりに当たっていると手足に生みアマと呼ばれる低温やけどができる。でそれを剥いで生獣を懲らしめ、災いとかを払って祝福を与えるという意味での生みハギから生ハゲになったっていう説が。いいやつですね。あります、いいやつです。なんか多分ああいう具体的な形ではなく、多分気持ち的なものが多分原価した的な。生ハゲは行事みたいなのが書いてあるんですよ。あ、そのやつらも生ハゲだけど、その行事自体も生ハゲっていうやつみたい。ウィキペディア先生が、ウィキペディア大先生が、大先生が何でも知ってるんで、賛否両論のウィキペディア、そう、レポートでは使えないです。そうね。写真が今いけますかね。まあ、こんな感じのロングヘアの生ハゲさんが、ロングヘア、ロングヘア、間違ってね。ベリーショートって言わないと思います。ベリーショート生ハゲとかって言わないと思います。まあ、今風すぎてちょっと。完全一応期間が2月8日金曜日から10日までとなります。でアクセス一応これこの前山神社だけではなく他の場所でも行われるそうなんですけど、一応メインがここなのでここの説明をします。JR小賀線、あら、カメラが来ていない。小賀線の、これ、なんて読むんですかね。羽に立つって、なんて読むんですかね。ハリウじゃん。ハリウですか。二十歳。駅からとりあえず車で30分です。とりあえず。すいません、ちょっと、すいません、準備不足です。すいません。実はでも、二十歳ハリウとか言っちゃった。そこから車で約30分ぐらいであるそうです。で実は秋田って、まあ、この生ハゲじゃなくもう一つ大きいこうあれがあるんですよね。お祭りって
で、実はそれがますみちゃんの出身の横手市のお祭りなんで、ちょっとだけ横手って聞いたことあるか、ありますか、横手焼きそばですね、焼きそばで大フィーバー中の横手市なんですけど、いいですね、冬といえば、まあ、鎌倉が、はい、今すごく有名で、はい、あのちょっとしたあの昔の町屋敷みたいな、うんうん、こうところにこう鎌倉が何体かこうできるんですけど、うんうん、その中でお餅を焼いたりとか、うんうん、甘酒を振る舞ってくれる小学生たちがいて、うんうん、小学生とかがいて、あんま反応してるとおかしいんですかそれであの、はい、上がって丹精って方言で、はいはい、どうぞ上がってくださいって言われて、うん、でそれを振る舞って水神様をお祭りするっていう行事ですね。鎌倉の中って意外とあったかいんですね。あったかいです。なんか中で火焚いても大丈夫みたいな。あ、そうです、ね、逆に雪かかると保温効果があって、うん、ね、なんか昔はその中で一晩過ごしたって、今は一晩は過ごさない、今はそうです、ね、今は死んじゃうかもしれない今は1週間ぐらい開催するので、はい、そうですね、家帰ってそうです、ね、ストーブとか炊いて普通に寝て、はい、普通に暖かいところで帰ってきて、ね、また、なるほどね、はい、で普通はこう丸い形っていうかこうドーム状なんですけど、昔はこう鳥小屋っていって四角の形にも鎌倉もあって、それはうちの地元では本当にそれで作ってたりとか、四角で作ってますね、はい、四角テレビでやってたんだよね、これもうなんか中継してて、あの子供たちがなんか観光客とか来た時になんかあの甘酒どうですかって呼び込んで飲んでもらって、なんかちょっとゆっくりしてもらう。そうです、そうです。あとミニ鎌倉っていうのを作って、小学生とかが校庭一面にパーってちっちゃい鎌倉を作って、でその中にろうそくの火を灯して真っ暗になるとすっごい綺麗なんです、うん、それいいですね。それも見どころですね。今紹介されたこの横手鎌倉というのが一応2月15日の金曜日から16日の土曜日に開催される予定で、開催時間が18時から21時で、会場が結構いくつかあるらしいんですけど、こう横手地域局前道路公園とか横手公園とかちょっといろいろあるので、その辺はちょっとホームページとかで調べていただけたらなと思います。はい、ではじゃあ次に、次が実はお祭りじゃないんですよね、多分正式に言うと。順番に来ると岩手ですよね。次はあの順番的には岩手なんですけど、はい、完全にあれです、祭りじゃなくて大会です、はい、岩手県はわんこそば全日本大会を私は勝手に選びました。他にも、雪祭りとかあったんですけど、うん、ちょっとこっちの方が気になってしまったので、はい、コンセプトをね無視しちゃったっ一つだけ大会なんですけど、食の格闘技と言われる大会、制限時間5分の中で何杯食べられるかを5分短いなで、一応もうすぐ12月3日から1月7日の期間で参加申し込みを受付しますので、もうそろそろホームページにこう行ってこう申し込み書に記入してくれば行けます。でもこのわんこそばって実はちゃんと歴史があるらしく、はい、こう南部家第27、あ、すいません、ここまで言ってると私が分からなくなるのであんまり言わないですけどもう準備不足でもう完全に上がってますね。4月7日か、卒論かけたら1ヶ月ぐらい期間あるんですね そうですね、申し込み全然してください。南部県の都市直行で読み方合ってるのかな、はい、が江戸に登られる途中、花巻に立ち寄って旅のつれづれを慰めようと郷土名産のそばを差し上げたところ、都市直行はその風味を大変お気に召され何度もおかわりをされたと伝えられ、その際そばを上品にワンで持って差し上げたところからワンコそばと称されるようになったと言われています。なのでワンコそばって実は大食いのイメージがあるんですけども、本当はこうお客様にたくさん召し上がっていただきたいっていうもてなしの食文化だそうです。細かく分けてこう丁寧になんか上品にってことなんだね。なんだけどテイってやつやってテイってやつってやる感じになっちゃってます。犬は関係ないですね。はい、
ワンコは関係ない。あ、違います。あ、スルーした方が良かったですね。あ、すいません、ちょっと最近エヴァをすごく見てたので、あの、はい、マリちゃんがワンコ君って言ったらちょっとそっち反応しました。すいません。ワンコ君別にワンコそば関係ない。すいません。期間が2月11日の建国記念日ですねに行われます。アクセスは、場所が花巻市文化会館で行われて、JR 花巻駅から徒歩20分ぐらいです。結構歩きますね。一応バスとかもあるのでそっちも使ってください。はい、はい、で一応これで北東北ブロックが終わったんですけど、ちょっとツイッターの方を見てみたいと思います。もうタブ開きすぎてもうパソコンがすごいことになってるんですよ、ね、今。もうやめてって言ってない。いや、すごい頑張ってくださいって言われてる。頑張ろう。もっと頑張ろう。ちょっと最初の方から。見渡カメラバッチリですね。いや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 。太陽になるにはどうすればいいですか。太陽になるには、なんかエンブリ組に所属すると結構。なんだろう、まあ、ちっちゃい頃のうちはその祝福デーで縁故縁故やったり太鼓巻とかやって、まあ、そのままずっと残ってると、はい、笛だったり太鼓だったりこう多分上がってくんでしょうね。階級がある。階級っていうか、はいはい、私自身が、エンブリ組。私自身がエンブリ組だった。私は違います。私は三次大祭の方の太鼓とかやってたんですけど、はい、冬の方は落ち着いてたのでやってないんですけど、結構友達とか普通にやってる子がいましたね。なのでエンブリ組にまずは入るところだと思います。はい。あ、ドアに鍵がかかっております。バイ渡辺と書いてありますね。裏からじゃないと、もし表から入れないってこと。どうなんだろう。今の時間ね、表閉まってますね。裏しかも中から開けないとダメなんですね。非常に具体的な多分セキュリティの問題になるから、ね、あんまり言わない方がいいと思うんですけど、はい、大後しか間違えてすいません。完全に見やりな感じで行きました。すいません。あ、ヒデイノさん、ワンコそばは一度はチャレンジしたいよな。本当にしたいですよね。一回みんなでやりたいですよね。あれ、ワンコそば10杯でかけそば1杯とかいうお店がデフォみたいですね。そうなんだね。ただ5分でさ、どれぐらい食べられるんだろう。最高記録。最高記録。基準が欲しい。基準じゃねえよ、最高記録は。そうだね。最高記録基準だとみんな超えなきゃいけない。超えなきゃいけない。きついね。きつい。だってマックスだから。それがそれがマックスなわけだから。でもな、実際あれだよね。大会最高記録は559杯。頭おかしい。5分じゃないでしょ、それは。あ、570杯と書いてある。570杯、5分じゃない。5分じゃないじゃないですか、それは。え、どういうこと、どういうこと。ちょっとクイックリック。でも全日本大会は毎回そのルールでやってるわけでしょ。じゃあ多分5分で560杯いったんじゃない。マジで。あ、でもこっちは違うわ、こっちは違うわ。びっくりした。めっちゃ違う方だ。うん、でも273杯。え、5分で273杯。5分って何秒。300秒。1秒いっぱい。飲んでるよね。飲み物だね。ワンコそば飲み物っていう名言が飛び出してしまったら、すごいな。それなんか、あ、生きてえな。ワンコそば10杯20杯いったら満足な気がするんだけどな。ワンコそば全日本大会いつでしたっけ。2月7日。2月の11日です。11日。いけるな。行きたいな。行きたい。ちゃんと参加申し込みをして、卒論、はい、かけたらかけに行きます。面白いことは、ユーファイアップで中継します。根本さんが食べてる優秀。一応一回画像を出してもらっていいですか。この画像出してもらっていいですか。今一応こんな感じで募集要項があってですね。参加申し込み書があるので。参加3人分ぐらいかけるんじゃないですか、それ。3人1組。根本さんちょっと。そうなんだ、チーム作らないといけないんだ。考えるわ。個人、あ、でも個人の部もある。個人だと1人で5分間だけど、団体の部だと3人1組で5分で、うん、個人は個人で、団体戦は団体戦で出る。ただ参加料がちょっと2000円かかるので。ああ、じゃあ2000分食わないとちょっと。200杯食ったら間違いなく2000分食うと思うけどね。本当に元取れると思います。頑張るか。そばで元取るって大変だよね。俺そばすげえ好きだからさ。お、そうですか。
キャパシティはどうですか、胃の。キャパ、俺結構好きなものだったらずっと食ってられるよ。マジっすか。あ、でも、ありがとう、ちょっと考えよう。完全に私今日緊張してますね、本当に。いや、まあ別に、完全に、まあ本当に私事なんですけど、今日実は今朝38度の熱が出てですね。マジですね。マジですね。今日はなるべく早く帰りたいんですけど。帰りたい発言。なるべく頑張ります。頑張ります。では次、あの南東北ブロックに移りたいと思います。はい、ではお隣の山形県、上杉雪灯籠祭りの説明をしたいと思います。これがですね、こうやっぱ雪というか冬のお祭りって聞くと、やっぱこう鎌倉もそうだし、雪灯籠とか、うん、結構そういうイメージがそこ強いんじゃないかなと思って、まあ、各県そういうお祭りあるんですけど、今回はわざと岩手とかあのわんこそばにしたり、あと秋田を生ハゲにしたり八戸塩ぶりにしたりちょっと違うのにしたんですけど、スタンダードに山形はこっちに行きたいと思います。で約300基の雪灯籠、3000個の雪ぼんぼりに籠が揺らぐ情景にはぬくもりと美しさがあり、人々をメルヘンの世界へと誘うそうです。メルヘン、一回写真を出した方がいいですよね。灯籠ってどんなやつ、なんかさっきの鎌倉に近いんじゃない、普通に灯籠の、そうですね、ミニ鎌倉こんな感じです、うん、一回この状態なんですよ、すごい雑な感じなんですけど、こんな感じですごい綺麗ですよね、うんうん、どこぞのページに撮ったの、どこぞのページに撮ったみたいな感じですかね。どこぞのページェントって響きいいですね。でもそのどこぞのページェントと同じような感じでこうボランティアさんでやっている行事らしくてですね、こうコンセプトがこう市民参加とか、こう雪の美を求め雪を楽しむ市民参加型のお祭りを自ら作り上げ実施することで、ふるさとを愛する心を作っていくというのがコンセプトにあります。でこれがですね、期間が2月9日の土曜日から10日の日曜日まで、で8日のこの入ってないんですけど、8日がプレテントがあってですね、上杉神社の参道の雪道路に点灯するそうです。で開催場所がまあいくつかあって、上杉神社境内だったり伝国の森とか松ヶ岬公園の一帯のお祭り広場とかあるんですけど、一応この辺一応シャトルバスが出るそうなので、JR 米沢駅からシャトルバスに乗っていろんなところに行けますので、ぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思います。一応点灯時間が5時30分からなので、9日10日って確か他のイベントもありますよね、その時間、その時間までに生ハゲ見てその後とか流れで頑張っていくとか、仙台移動距離とレスポンスがすごいね、すごいことになります。私これ雪道路写真調べたら、なんか普通に灯籠、石道路みたいなのもあるみたいですね。これなんか写真で今あげたやつの他にも、なんか本当にこうスタンダードな感じの雪道路とかもあって、これとかはすごい綺麗なんじゃないかなと。すごいちっちゃいんだけど、こう道がこう雪道路の道ができて、すごい綺麗だと思います。では次に移りたいと思います。次はですね、福島県に、ちょっと宮城は最後にして福島県に行きたいなと思います。福島県の会津絵ろうそく祭りという、全然私も知らないお祭りなんですけど、絵ろうそく。会津赤林ちょっと、はい、なんでもないですよ。どうしました？やけどしました。いやいや、やけどしたんですか？あんまり言ってないじゃん。何がみんな反応してるのかがわからない。これ完全に私、松と林を間違えてますね。あいつ若林になってる。そのナチュラルに間違えましたね。普通だ。完全に熱ですね、これは。若林なく、松です。すみません。のシンボルの鶴ヶ城と会津藩主の松平氏の庭園の、これは何て読むのかわかんないんですが、500円でいいですかね、これは。普通にそのまま読んでいいんですかね。もう完全に準備不足ですね。500円で、すいません、間違ってたらごめんなさい。を会場に、会津伝統工芸品の一つである会津絵ろうそくなど、約700本が灯されますということで、こっちも
こうさっきの雪道路とちょっと近い感じで、やっぱ冬はこういうお祭りとかイベントが多いんですかね。一回ちょっと写真出しますね。すごい綺麗ですよね。おすごい。これは絵が描いてる方ではないんですけど、絵が描いてる方も出そうかな。よいしょ。出てこないですね。エロウソクって多分小学校の修学旅行で福島行った時に買った記憶あります。あ、本当？あ、うん、これとか絵が描いてますね。これロウソクではないですけど、こういうのとか、これですね。エロウソク、このロウソクに絵が、ロウソクに絵が描いてある、ロウソクに描いてあるんですよ。とても可愛いというか綺麗ですよね。なんかこうちょっともったいない感じもするし、うん、っていう。これが会津の伝統工芸品の一つだそうで、一本一本に菊だったりボタンだったり藤などの季節の草花が色鮮やかに描かれているというものです。で、このお祭りではそのろうそくのこう歴史だったり工程とかどんな感じにできているのかなっていうのも、こう写真のパネルとかで説明されているそうなので、気になる方はそちらもチェックしていただけたらなと思います。実はこのお祭り自体はもともとその昔からあるっていうものではなくて、この一本一本この職人技のこのエロウソクを皆さんに知っていただこうということで開催したそうなので、結構こう最近にできたお祭りだそうです。で、実は結構こうもう会場がいくつかあって、まあ、こちらもシャトルバスが出てるんですけど、こっちも若林になってますね。完全にやっちゃってますね。もうずっと若林って書いてますけど、会津若松です。すいません。若松ね。期間は2月10日から11日。やっぱり被りますね。でもこれ今年なので、あの来年というか次のこの時はどうなるかが分かんないんですけど、多分同じくらいになると思います。で、まあ、シャトルバスを利用して、こう他の会場とかにも行っていただけたらなと思います。で、このさっきも言ったようにこの鶴ヶ城と500円で本当に読み方が合ってるのか自信ないんですけど、500円でした。500円で、実は500円の方がこう静かな感じの静の世界と、鶴ヶ城が銅の世界と異なった楽しみ方ができるそうなんですね。もう私も実際見てないからこうちょっと分かんないんですけど、これは本当に実際見てみないと分からないんじゃないかなと思いますので、何がどう違うのかとか見て楽しんでいただけたらなと思います。で、このエロウソクっていうのが会津若松のこう何店舗とかでこうお店で売ってるそうなので、そちらはちょっとネットで検索して買うこともできますので、はい、もう本当いっぱいいっぱいですね今日。本当にびっくりするぐらいいっぱいいっぱいで、今どうしようかなってなってるんですけど、まあ、あと1個ですから、はい、あと1個なので頑張ります。はい、はい、では最後は皆さんがお待ちかねの光のページェントさんです。おおお、まあ、宮城県の冬のこのお祭りというかイベントといえばこれなんじゃないかなと思います、うん、光のページェント、ヒカペって最初言われて私全然分かんなかったんですけど、ヒカペ、ね、ヒカペ言う、みんなヒカペ、ヒカペ言うんですよ。一応略称というかそれがヒカペらしいです。ヒカペって、はい、で、仙台市中心部の常禅寺通りの木焼並木、すいません、木ってひらがなですけど、これちゃんと木です。すいません。並木ね。うん、並木。すいません。木はかけたんじゃないですか、ね、あの、もう、木ってひらがなで書いちゃって、はい、あ、やばってなって、はい、もう紙が足りなくて直せないなと思ってそのままにしました。具体的ですね。で、数十万に上る電飾を取り捨てて点灯させるイベント。で、27回目となる今年のテーマは、Be Smile、上を向いて歩こうだそうです。これもボランティアなんですよね。実は全然知らなかったんですけど、実は If I Am のメンバーの、前 MC をしてた三上ちゃんが今光のページェントの代表で頑張っています。はい、ページェントの代表、そうなんですよ。ヒカペースで常禅寺通りだけですか？常禅寺通りだけではなく青葉通りもあったり、最近そうでもね、多分去年だか一昨年ぐらいから青葉通りがなくなったかな。うん、なんかちょっと曖昧だったので常禅寺通りだけにしたんです。メインはそこだと、そこ行けば間違いない。そうそう、なんか、うん、
一応この常禅寺通り、私引っ越して仙台に来た時は全然常禅寺通りとか言われても分かんなかったんですけど、うん、とりあえず江東台公園駅よりすぐなので地下鉄に乗れば間違いないです。降りたら分かる、ね、降りたら分かるすごいビカビカ光ってるから、そうそうそう。ちなみに僕つい最近まで常禅寺って分かんなかったから、うん、仙台在住大臣で、期間が12月7日の金曜日から12月31日の月曜日まで結構長い期間やります。はい、あやっと終わりましたね。であと7日にですね、点灯式があります。で、仙台メディアテイク前の緑道で行われるそうです。で、時間は17時30分からです。昭和61年からずっと続いてて、この全部ボランティアでやってるっていうのが本当にすごいなと思います。ボランティアさんってどういうことやってるんですかね。ん、光のプレゼントのボランティアさんっていろいろやってると思います。その、うん、実際電飾のプロの人だとは思うんですけど、うん、それとかあと寄付でやってるものなので、そのお金を集めたりとか、 あと広告とかで実際営業みたいな仕事もしてると思いますね。そっかそっか、光のページェントに寄付金みたいな、はい、よくそれで来るんですけど、それ比較と関係、そのこの運営が関係してるかわかるんですけど、うんうん、毎回そのなんかそういうところはなんか例えばゴミ拾いのボランティアっていうのを比較のページェント限定でやってたりとかしてて、はあ、そういうの運営のところでそういうボラン、そういう意味でのボランティアの募集っていうのがあって、ね、やってる経緯があるのかなっていうのが、はあはあはあ、毎回うちの団体に来るんですよ。24、25、ゴミ拾いしませんか。あ、行くか行かないか迷うライン。いいね、クリスマスゴミ拾い。寒くなってくるとやっぱりこうヒカペの募金のボランティアが始まって、うん、あ、そんな時期かとか思いながら、切なくなりながらポケットに手突っ込んであるんですけど、仙台で、ね、それでちょっとみんな焦り始める。そう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 、やるヒカペ始まっちまうぞ。やばいやばい。ヒカペファイアムでは予定なんですけど、光のページントに来たカップルの間を通ろうっていう、失礼します。その様子を配信したいなっていう話。別にイカヤムのプロジェクトでやるわけじゃないですよあれ、いや、違うんですよ、違うんですよ。明らかに個人の方やりたい方がやらせていただけるやらせやりたい方がここに結構いるので、はい、だからプレジェント中継は全然イカヤムでやりますけど、ただあのなんかこうどうせだったらカップルがみんなつながってるから、そこを割って歩きたいねっていう話をしてたっていうことでね、うん、お写真敵が増えるな。完全に若林は私のミスです。本当に若松です若林って私完全にやらかしました。あいつ若松ですね。うん、なんかあれですね、若林区ってあるからこう頭の中にね。しかも500円らしいですね、読み方が。500円500円、5じゃなかった。5じゃなかった、うん、あれ、さっき500円って言われました。5って言ってマジで、うん、あれ、おって言った記憶があったね。そうかそうか。なんか光のページェント、何時だっけ、消灯する時間がたびたびあるな。あるよね、つけて消して繰り返す。2時間に1回ぐらいあるんだけど、あれの式7日にあるんですけど、その別に7日だけじゃなくて毎回着く瞬間っていうのはちょっとやってくれるんで、どの日に行っても一応着く瞬間見れるから、そこに合わせるとね、結構みんな感じる。なんだっけ、あの何十万個ってこう電飾あるけど、1個だけピンクとか1個だけ青とかっていうのがあって、 あれ見つけるとラッキーって、そう、でもテンション上げてくるみたいな。僕前メディアテイクの上から見つけたことあるピンクのやつ、うん、ピンクだって何か毎年変わるから、うん、来年はここで見れないよって言われて、うん、あ、そうなんだね、いいな。毎年変わるみたいです、うん、あるんだピンクのやつ、うん、そう、ピンクと青と緑もあったかな、なんかいろいろあるみたいで、諸説あるので分かりませんけど、木の上の方とか見えないけど、ね、だから高い建物からおっ、うん、そう、光のページェントで Google 検索するとすっげー綺麗、うん、すごい綺麗な写真が、めちゃくちゃ綺麗。今ちょっと出してもらっていいですか。これとかすごい綺麗です。あー、綺麗だな。これなかなかさ、自分で撮ろうと思うと撮れないんだよね。そう、人多いしさ、そう、人が多い、死んでた、これうまいよね、ほんと。そんな感じで、いい写真、すごい綺麗なんですけど、カップルがイチャついてるのでこう、そういうのが辛い方はちょっと、だからカップルがなかったらすごくいいイベントだと思うんですよ。そう、カップルがいないと誰もいないから、誰もいないですカップルのためのイベントだから、うん、まあね、そういうとこありがちですけど、うん、ありがちというか、ね、メインでっていう、ね、これ家族連れだけだったらなんかすごくほんわかするイベントだと思いませんか。でも当然家族連れでもいるんで、まあ家族連れの、そういうので全然行っていただいて構わない。家族も昔はカップルかそういうこと言わない。それはもうそれ言ったら話からなんでしょうおっさんと男だけがいる光のページ、
それもちょっと行きたくない。斬新。それはそれで。ちょっと光のページェントは置いといて、今週末の気になるイベントについてちょっと最後にお話ししたいなと思うんですけど、今週末ですね、東北から笑顔を届けようということで、場所は仙台のロフトで、で日にちが12月1日と2日の12時から16時の間、こうみんなの笑顔の写真を撮ってそれを渡すっていうイベントがあってですね、実はこのイベントの主催の方が、あの番組でも以前紹介した笑顔カレンダーの吉川さんが主催の方でして、で一応その笑顔カレンダーのちょっとお話もしたいんですけど、こうまあ震災があってこう笑顔が少ないということで、まあ、その時の自身の教訓から笑顔カレンダーを作ったということなんですけど、笑顔のリレーでたくさんの人が笑顔になってほしい、笑顔カレンダーにはそんな思いを込められています。笑顔提供者の大半は東北に暮らす若者たちです。東北の若者の夢はそのまま東北の未来につながっていくと考えます。まだまだ復興は遠く果てしないように感じられますが、確実に前に進んでいると信じています。東北への温かいご支援本当にありがとうございます。東北は決して諦めませんという言葉を吉川さんからいただきました。熱いですね。はい、で笑顔カレンダーの方、笑顔カレンダーでネットで検索すると、まあ、出てきますので、そっちの方でこう今実は去年まではこう実際のこう販売を手で渡すとか宅配でしかなかったんですけど、ネットでも今年買えるようになったということなので、ホームページの方で見ていただけたらなと思います。で笑顔カレンダーには5つの特典がありまして、1部あたり200円の義援金が東北へこう渡ります。岩手から福島の沿岸部37市町村から届け先が選択できるそうです。と2つ目が2部以上で全国一律送料無料となります。で3つ目に委託販売していただける方には博礼金でいいのかなをお支払いします。4、購入された方は2014年度版カレンダーに載ることができます。表紙裏のボードで撮影を行い、笑顔をホームページまでお送りください。5、20部以上注文される際にはヤマト運輸を利用します。ヤマト運輸の送料分の 10% を現金回します。だそうです。でこの笑顔カレンダーを行っているのがジャックインスマイルという団体で、そこの代表が吉川さんなんですけれども、こちらのホームページにて支払い方法とかも選択できるそうなので、銀行振込とかクレジットとか選べますので、一部1500円、サイズは A4 見開きか A4 見開きの A3 サイズになりますので、そちらの方もチェックしてみてください。でもう一つがですね、ここに2人いるんですけどメンバーが今用という、太白区の方のこう何なんですかね、 SYC と近いんですか、何なんですかね、ちょっとへこんじゃったりそういう意味じゃなくて SYC と同じ立ち位置なのかなって。そうです、市民センター付けっていう意味では一緒ですね。一応私とかあとスタッフの加藤とかが入ってる SYC フラットっていう団体が青葉区中央市民センターの方の団体なんですけど、今度は太白区中央市民センターの方の団体さんの今陽さんでクリスマスコンサートを行うそうです。こちらの方は後で竹丸くんから熱いお話がアフタートーク内で行われると思うので、そこら辺の説明は省きたいんですけれども、場所は太白区中央市民センター、とりあえず行けばスタッフが立っているそうなので声をかけてみてください。で日時は12月1日の18時から20時となっておりますので、なので今週の土曜日はこの仙台のロフトで笑顔の写真を撮ってから太白区中央市民センターの方でクリスマスコンサートを見るという感じで、もう予定は皆さん決まりましたね。決まりましたね、はい、こんな感じで東北冬祭り特集を終わりたいと思います。もう本当に多分熱上がってます、本当に熱上がってます、はい、すごくもういっぱいいっぱいです。なのでちょっとだけツイッターを見てからゲストをちょっとお呼びしたいと思います。ヒデヒーノさんからしねしね団かって言われたんですけど、わかんない。しねしね団はあれでしょ、あパッと出てこないんだけど、今全部あのキャラクターの顔は全部浮かんでんだけど、うん、稲中卓球部じゃない、あ、そっち、稲中卓球部でなんか、うん、あいつらが作るんだよね、確か、うん、そうですねっていうの、稲中だ、そう、カップルたちをぶっ壊すために、うん、あと、井上くんが今代さんのコンサート行くつもりですと、わーい、な
あの2人でな、うん、あの2人でな、あそこの2人が先週出演してくださったあの2人で、あの2人で来ますねお二人の関係は何ですかって言ったら黙るから非常に面倒くさいなと思ってですけど、いやでも来てくれるのはすごく嬉しいですいやでもなんか今日はすごい本当に私がいっぱいいっぱいでもうあれだったので、このソーシャルストリーム上からこういろんな人にすごく助けてもらってますね。本当にありがとうございます。いや家帰ったら速攻寝ますね。いや、はい、いやこんな感じで冒頭にもお話ししていた通りに、先週私たち IF I AM で MCS 東北復興ビジネスプランコンテスト宮城県予選のこう中継をしたんですが、そこにもご出場していた里里場さんから渡辺聡さんが来てくださっているので、ちょっとお話を伺いたいなと思います。じゃあどうしよう、どう言います。じゃあ椅子ちょっと根本さん持ってきてもらって、はい、よろしいですか。渡辺さんを入れて、渡辺さん真ん中、渡辺さんセンター、センターでいいんだ、センターですか、センターで。あ、なんか井上くんからダブルデートですって来てます。井上さん静かにしてくださいって。あ、別にどこまで行ったんですか。普通にさっきの半円の感じでいいんですよ、はい、なんで後ろにいるんですか。ちょっと広出すぎじゃないですか、かなり。もうちょっと前の方に。渡辺シフトですか。渡辺シフトです。こちらへ。渡辺シフトします。もうちょっと綺麗にこう椅子並べてもらっていいですか。根本さん、もう一回、はい、お願いします。はい、この辺でいいですか。はい、というわけで先日のそのビジコンでですね、見事優勝を出しました渡辺さんから、ちょっと里里場ってどんなことをするものなのかちょっとお話ししていただいてもいいですか。いいですね、はい、かなりいきなりです。自己紹介も一緒にしてもらって。あ、そうですよね、はい、はい、皆さん初めまして、まあ、この番組何回か参加させていただいたこともあるんですけども、はい、渡辺聡といいます、はい、東北大学っていう大学で学生やってます。で、サトリバっていうサービスは何かっていうお話なんですけど、まあそうですね、恋愛相談をしたいでもできない、まあ、そんな方々に対して、まあ、気軽に、まあ、信頼性のあるそんな恋愛相談相手をマッチングするっていうサービスになってます。で、じゃあどうやってその信頼性、気軽に信頼性のあるサービスをやるのって話なんですけど、まあ実際にその自分の気になってる、まあ、好きな異性と似た思考とか特性とかを持ってる異性っていうのをこちら側から恋愛相談相手としてマッチングすることが今可能になってまして、でそういうマッチングを通じて、まあ、今まで恋愛相談できなかった相談をすると。でそれによって、今まで恋愛に悩んでいた方々がですね、今までの悩みを解消していって、まあ、世界中の恋愛がもっと楽しくなるという、まあ、そんなサービスを、提案させていただきました。すげえ、ビジョンがでかいですね。いやいやいや、すぐにでもすぐにでもぜひモニターとかでご協力いただけたら、はい、でなんかいろんなビジコンを荒らしてると 前回 の, その中継の時におっしゃっててってか実はその中継してる時に、はい、こう最高の5分間にしますっていう言葉すごいかっこよかったなと思って調子こいてたんです。あれはこう配信しててかっこいいなと思って聞いたんですけど、あの順位的に8番っていうのもあって多分中田組来てるだろうなと思ったので、そこら辺の引き付けとかも含めてそういうことやってましたね。よかったな。実はあれですよね、あのこう Facebook 上でこう渡辺さんの友達の方とかは知ってるかもしれないんですけど、こう世界の方にこうあれですよね、なんて言えばいいんですかね世界選手権、はい、そうですね、あのまたこの間の IF I AM さんに取り上げられた大会とは別 の,、うん、あの世界ビジコンの世界大会がありまして、そちらに仙台代表、まあ、日本代表みたいな感じで出場してました。で、まあ、この1週間ですね、その世界選手権の決勝に進むために、まあ、一般投票を募ってたんですね、はい、で、まあ、めちゃめちゃ Facebook のタイムライン上荒らしまくってたという、まあ、そんな感じでした。Facebook のイベント、イベントじゃない、Facebook のページとかもあるので、私でもこれ初めて見たときに20世紀少年のあれかなって思ったんですけど、このマークのコンセプトとかって何かあるんですか？マークのコンセプトは、そうですね、もうそれあのちょっと今回のビジコンに出てるときにそのロゴを作ってて、結構なんですかね、
コンセプトはやっぱ私たちのコンセプトとして、あの気になるあの人の心を覗こうっていう、まあそんな言葉を掲げてるんですけど、そのなんか虫眼鏡みたいなのがそこにあるじゃないですか。でそこで目を覗いて、その先にはちょっとハートが見えてるみたいな、その覗くことによって、まあその恋愛というものを成就していくみたいな気持ちは込められてるはずだったんですが、まあこんな感じで気持ち悪くなってました。私の中では完全に20世紀少年としてヒットしたんですけどそうですね、ちょっと今後変えていこうかな。この里リバさんでやってたんですか、あのビンタの企画って。里リバでやっの企画なんですよね。 すごい衝撃的な動画が結構上げられてたんですけど、あれはどういうあれでやることにしたんですか。この話だとあんま面白くないと思うんですけど、やっぱりその今回一般投票を募るにあたって、一般投票って、まあ、そもそもの一般投票してくれる人の数と、あと投票頻度ですね。今回7日間投票、1日1回投票できたので、その投票人数かける投票頻度で、まあ、総数が出るわけなんですよね。なんでそれを達成するようななんか面白い企画みたいなのできないかなと思ってて、で、あのもしよかったらご覧いただけたらと思うんですけど、この今回僕らがその世界大会に出場するにあたって作ったデモがあるんですよね、90秒ぐらいの。でその中で僕があの女の子に思いっきりビンタされてるんですよ。あの眼鏡吹っ飛ばされる、こんな感じで吹っ飛ばされるの、あの動画があるんですよ。すごい綺麗に撮りますよね。すごい綺麗に撮って、あれテイク1で撮れたんですよ。あれすごい綺麗だったんですよ。そうですね、はい。で、あ、これちょっとうまく使えねえかなと思って、じゃあそのまず1週間でビンタされる企画がどうかってあったんですよね。で、まあ、なんでそれがいいかっていうと、やっぱりそのネットってやっぱくだらない、なんだかんだ言ってやっぱくだらないものがやっぱ皆さん目を引くじゃないですか。ついつい見ちゃいますよね。でところでまずビンタっていうのを一つクリアしてるかなと思ったのと、あと1週間っていう、あと100人っていう達成型のものにすることによって、まあ1日目2日目みたいな感じで毎日配信することによって、とりあえずそこに来るようなあの動機づけみたいなのができるじゃないですか、毎日そのページに来ることによって、うん、でそのついでに投票してくださいねみたいな仕組みを作って、まあ、まず最初のビンタのところでまず人を集めて、で、7日間で100人ってところを使って、毎日投票してもらえるようなそんな仕組みを作ろうと思ってやってたっていう、まあすごい話しちゃうと全く面白くないです。いやでもそこまで考えてたってのは面白すごいこれ流しても大丈夫なんですかね。大丈夫ですよ僕は、はい、これでもこれは写真か。そう、なんかあなたの気持ちなんて分かってないっていうのを英語で流すんで、あ、これ一回切り替えてもらっていいですか。あ、これがですね1日目の動画ですね。デモのやつって流せるよね多分ね。デモももう大丈夫ですよ、公式大会終わったんで。本当にビンタされてるっていうそうですね、まあ、この日は良かったんですけどね、まあ、2日目で2日目にしたらメガネ割るっていう、はい、こんな感じで展開があって、どんな戦い方するとそうなるかものすごいあの情報をつけられて、ちょっと情報なんてやろうな、はい、こんな感じで。でももうビンタは終わっちゃったんですよね、はい、ちょっとあの、まあ、それをそういう意図のもとやってたんですけど、いろいろ思ってたよりちょっといろいろ計画が狂いまして、途中中断して、もうあの草の根活動というか、もう皆さんにお願いして回るって方に切り替えましたね。ちょっといろいろ誤算があったんで、多分あれですよね、ビンタしたかったのにもう終わっちゃったのかって思ってる人も多いんじゃないかなと。ろくなもんじゃねえ。でも皆さんあのご安心ください。あのまた別企画、今回の応援企画として今考えてるのが、300人にビンタされるっていうちょっと企画にリニューアルして、ちょっと生まれ変わろうかなと。あと大体あの273人ぐらいあのまだビンタされてない方がいるので、まあ、その方を求めてちょっと彷徨おうかなと思ってるんで、はい、そちらで殴っていただけたらなと。殴る？あ、でもあの今度はメガネは外しますよ、はい、これ刺さったら多分死ぬんででもグーで行きたいですって言ってました。なんかこの動画を見せて面白いでしょって言ってたら、そうですね、グーで行きたいですってじゃんけん実験式にしますかね。グーチョキパーみたいな。チョキチョキチョキもいいかじゃんけんみたいな、こうなんかお互いポンみたいなのもありかもしれないし、いや、だからあれだよね、渡辺さんとじゃんけんして、でも勝った場合はその手でいけるみたいな感じで、みんなずっとグーだどうするもう絶対壊すから絶対壊すから壊し続けて、たまにだから気を狙ってチョキやってくるやつがいるから、それを甘んじて受ければいいんじゃないですかね。分かんないけどチョキってこうですかね、こうじゃないですかね、こうダメですよ、それでいかないとさらにダメージが増えますから、これはダメですからね。
この中でもビンタしてない人もいるとは思うので、まあ、ちょっとそれは置いといて、まあ、後に取っておいて、サトリバさんの今後の展開とかちょっと教えてもらっていいですか？そうですね、まあ、このサトリバっていうサービスはもう実際に今ベータ版の開発に移ってまして、もう事前登録も始めてます。なので、まあ、来年ですね、一応ベータ版はリリース予定です。で、まあ、実際に作って、まあ、最初またいろんな企画とかをやって、まず無料の会員さんを募っていきたいなと。で、その中で、まあ、私たちはサービスを楽しんでいただけたらなと思っております。はい、こんな感じですね。ありがとうございます。すごいな、うん、恋愛相談相手をマッチングするって面白いね。そうですね、聞いたことないから。そうなんですね、恋愛相手をなんか探すみたいなのは去年とかも結構流行ったりした。その時期は多分あると思うんでね。ただここは純愛ですよ。純愛いいですね。いいと思う。根本さんが純愛というとちょっと笑ってしまう。別に、まあ、それは置いておいて、まあ、今日の番組ちょっと10分少々遅れて始まったので、ちょっともう10時15分でこんな時間なんですけども、渡辺さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。でちょっとだけアフタートークを行って、その時にこうぜひビンタとかもし大丈夫ならいい、大丈夫ならちゃんとアーカイブ残るので人数も把握できると思うので。わかりました。はい。あれです、僕のカメラで毎回お話させて、で、後でアップする。で、把握しなきゃいけないほどいっぱいにビンタされる予定なのかって話。そうですね、まあ、来週の次回告としては、久しぶりに根本さんの学生復興会議を行いたいと思っております。で、次回のテーマは何でしょう、はい、根本さん。そうですね、次回のテーマは、まあ、非常にざっくりとしてるんですけど、仙台らしさっていうのでやってみたいなと思うんですよ。で、仙台らしさとは何かっていうのを改めてちょっとみんなで考えていく。結構ね、よく言われるのが、その例えば仙台っていう場所がミニ東京みたいなことを言われていて、ちょっと東京のちっちゃくしたバージョンなんじゃないのみたいなことを言われちゃうわけですね。でもやっぱりその独自性っていうものを出していかないと、やっぱり町おこしってできないっていうのをいろんなところで言われてまして、なのでじゃあ改めてまずはですね、まあ、いろんな東北の町の独自性を見せていきたいと思うんですけど、まずはその仙台の仙台らしさって何ですかっていうのをみんなでちょっと特にですね、今回はソーシャルストリームの皆さんの意見をいっぱいいただいて、そこからこう議論していけたらいいなと思っているので、ぜひ仙台らしさについて来週はどんどん、来週にならなくてもいいので投稿してもらえたらと思います。今からでも書いていただけたら残るので、はい、そうですね、それを取り上げることもできますよね。これから、うん、ツイッターの方でそれについて のツイートしますので、それに従ってぜひ仙台らしさについて、うん、皆さんの意見をお聞かせいただければと思います。はい、はい、ではそんな感じで来週も配信いたしますので、今週も本当にご視聴ありがとうございました。もう本当に家帰って速攻寝ます。もう本当に辛かったです。ちょっと多分熱そんな下がってないので、多分7度5ぐらいはまだあると思います。さすがに家帰って寝ます。はい、まあ、ビンタしてから帰ろうかなと思います。そっちの方が大事と。そっちの方が大事かなと思うので、はい、今週も本当にご視聴ありがとうございました。本当にもう準備不足でいろいろやらかしてしまっちゃったんですけど、はい、また次回から頑張りたいと思います。来週もまた見てください。ありがとうございました。さようなら。